消火ポンプ遠隔起動試験。こちらの防火対象物様の消火ポンプ遠隔起動ボタンは専用起動ボタンです。点検のためカバーを外しています。こちらはですね、常時点灯で、消火ポンプがですね、遠隔起動すると、時間が経って表示灯がフリッカ点滅します。ではですね、ポンプ起動をかけます。ポンプ起動、点灯がですね、時間が経つと点滅に切り替わります。はい、表示灯、フリッカー、点滅、消火ポンプ遠隔起動。はい、ポンプ停止。こういったですね、動きになります。